こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。東京都品川区の皆様に仏壇処分時の仏像や位牌などの供養についてご説明いたします。私たちが仏壇の前に座り手を合わせるときに仏壇そのものに対して手を合わせているわけではないですし、もちろん香炉とかろうそく立てとか花立てなどこういった仏具に対して手を合わせているわけでもありません。では何に対して手を合わせているのかといいますと、仏壇の中にお祀りしている仏様、つまり、こういった、仏像、また、仏様は、こういう掛け軸の形になっております。こういうものに対して手を合わせております。また、仏様以外にご先祖様、また個人の、方にお位牌の形をしていましたり、また、過去帳、こういったものに対して、これを通してご先祖様や個人の皆様に対して私たちは手を合わせております。そして、当店ではこのような、仏像、掛け軸、位牌、過去帳、こういった礼拝の対象物に対しては、特別に、取り扱いまして、一般的に魂抜きとかお性抜きとかとも言われています、平原供養を行った後にお焚き上げの代行として専用の焼却炉によって焼却し処理を執り行っております。ありがとうございます。